まで同時でございます。そして伊藤さんはちょっと心のちょっとふわふわしてる、正直な、早く見たいなって思ってるでしょ。ちょっとまあいいっすか、ちょっとヨップさん、ちょっと見たいんで、じゃあ持ってきますか、プンプンプレゼント、はい、伊藤さんバージョン、ちょっと何それを見たくてね、はっきし言うよ、うん、プレゼントもらうときに俺は全部見たんだよ、もちろん、うん、伊藤さんが一番ヤバいですっていう一言がありました。おー、マジで、今回の本命は伊藤さんらしいです。マジで、はい、それは期待すんの。スコールズもだいぶヤバかったけど、いやスコールズも大概大概もう上限マックスぐらいじゃない、バービーだけどね、もうそんなのは。じゃあ見ますか伊藤さん、はい、うわはい、どうぞ。ヤバ、いやこれはヤバいわあれいいは衝撃でしょ、やっぱさ、はい、改めて皆さんに見せてあげてください。うおー、はい、何、ダビド・シルバです。やべー、伊藤シルバだよ、シルバー、マイフェイバリットプレイヤーよ、ナンバーワンフェイバリットプレイヤー、ダビド・シルバのサイン入りユニでございます。俺のベストヒーローよこれ。そうよ、マジで。どういう感じになってんのやろ、分かんない、解体してもよし、このままか、あーちゃんとシルバーの S が入ってるわ、入ってます、マジで、ここにぬくもりがあります、シルバーの、こんなんマジ俺過保やね、これこれは過保ですよ、でとんでもないでしょ、今日勝たなきゃね、いやこれは勝つよ、これはもう悪いけどね、見ててください、ダビド・シルバーさんと、うん、だってライト・フィリップスも来てんだよ、ライト・フィリップスも来てるから今日マジ演技がいい、今日演技でしょ、ライト・フィリップスが来たブレントフォード戦負けだっていうやめろやめろ思い出せ、じゃあ改めてブンブンさんちょっと言いましょう、本当に、いやーマジで、あもう帽子を脱いだ伊藤が、感謝申し上げます、これはすごいでしょ、いやマジ士気上がるわすげえバフかかるこれはね、俺はいじれない、もう本当に正直な話、だから何階から落としたら壊れるか実験しようとかそういうのはもうしませんやめてください、そんな小学生にこれはすごい、本当にこれはやばいよ、本当ついにシルバとご対面です。サインを凝視しておりますサインをちょっと見たかってんと、すげえゼロ距離で見てますで、危ないっすおーシティが、とんでもないことが起きております、え、やばーい開始25秒ぐらいですかね、伊藤先生失点しました、伊藤先生がシルバのサイン入りユニをホクホク見てる間に失点しました。試合数とかゴール数とかアシスト数とか書いてあってん書いてあったな、でももうそれももう、うん、ウィッサか、ウィッサですね、ポンン何がユーニだよと関係ねえよってな、あんたウィッサが言ってるよ、見ろよと、俺を見ろよとブレントほどからしたらそんな関係ないもんな、関係ねえから、知らねえから、日本の知らねえやつがもらったなんてっていう、じゃあ俺決めるねっていうじゃあ入れるねっていうちょっと早い、スコアも入れておりませんしタイマーも合っておりません、もうめちゃくちゃでございます、あこれはええー、まあ気を取り直して、ね、今日のスターティングメンバー見ていきましょうかおえ何今日ちょっといろいろ起こってるんで一旦整理しよう、一旦落ち着こうか、一旦落ち着こう、まあぶねえ、何も起こってない、あぶねえマジでギリギリまだ気づいてないから失点したことにまだ受け入れてないとだから見てない時は失点してないでしょ、えぇ、ー、うおーケニー氏来てるから取れたか頼むぜ三笘と、あそうトークショーのねケニーさん、うん、今ブライトン現地入りしてるらしいんで、あーなるほど、こちらの試合を観戦していらっしゃるとアンフィールドでとのことで、チャリ旅始まっておりますから、アンフィールド、うん、あブライトンでしょ、あブライトン、そうそうそう、あ三笘の方、今日は ブライトンもう回ってますから、あそうだ、まあまあいろいろ全部っていう、そうあセウか、そういうことでございます、なるほどなるほどね、ちょっと三笘もキレキレなとこ見てみたいなんて感じで、うちはヨップが見守っております、はい見てます、どうですか
まあでも今田君ずっとブライトンが持ってる、ね、にぎにぎにぎりんちょす。俺が見たとこだけどあれね、ブライトンは今にぎにぎにぎりんちょすです、うん、ありがとうございます、はい、はい、あこれか、ソースライ倒されたところをウォークが打て抗議したんですね。おお、ボラー、わー、さあ今日も元気にハーランド、また決めやがったよ、右足ですか、はい、8ゴール目です、もう8ゴール目です、決めすぎだろ、振り抜いていきましたね。そんな簡単なボールではなかったですか。いや、そうですね、やっぱコイルが温まってきましたね、やっぱ腰の回転、腰今年はハーランド腰が違うのマジでうどんかよ、マジで本当にうどんみたいと決めましたね。ちょっとマカリスタが倒れてますけれども、うん、うん、おぶない、うん、当たってますね、当たってますね、うん、当たってたらいいんですよね、なんか枠捉える率がマジで高い気がする、うんうんうん、この角度から右足で入ったらそりゃもうテンプの際ですわ、ボフン、いやもうお前ブレットフォード、ああれティアゴ・アルカンタラ、アルカンタラが来てます今アンフィールドに、じゃあセックスイケメンじゃない、いや、アルカンタライケメンですよチアゴ・アルカンタラさん、でもバルサのなんかやめたんじゃなかったっけ、え、もうやめたの、そう、スタッフ、えなんか確か、じゃあリバプールのスタッフになるってこと、いや今ルーロー人じゃない、ルーロー人、まあ楽しんでる、待ってールーロー人か今、さあそしてジェイミー・バーディがゴール決めたらしいです、ちょっとなんかで見に行きたいけど、ちょっとなんか動かすのも億劫という、まあハーフタイムになったら見に行きましょうか、相変わらずバーディーさんも、バーディーさんも全然ね、衰えを知らない、衰えを知らない、翼生えてくからな、やっぱレッドブルは偉大ということで、レッドブルの要素もうひどいもんブーブー、えいるかった、モーランジュ、モーランジュ、えマジやるぞ、こいつやるぞ、マジでやる、終わらせるプレミアリーグをさら地にする、え、もうこれ9点目、9点目4試合、誰か4試合、マジ腹立ってきたわ、止めろよ本当に、エデルソンからこれやり始めたらもう終止符よ、これ終止符ですね、サッカーの完成形よこれが、これだってゴールキーパーとフォワードで、うん、以上以上、オーバーあともういらないもんね、オフって完全ドオンで、うん、ピノックこれ、まあでもね、あでもこれはいいプレーですね、うん、しかもここ決めるんだよ今年のハーランド、確かに1対1まず離さないな、サッカーは今終わりを迎えたかもしれませんしかしブレッドフォードもね注目度高いマッチですから、注目度高い、3戦連続ハットしたらマジでプレミアの終わりやばいよ、4試合10ゴールは見たことないよ、見たことない、だって38試合なんて言うんだろう60とか言うじゃん、おそうオーバー、ほとんどの選手が苦戦するシーズン2桁得点を9分の1で達成しそうなのが草、いや俺思うんですけど、なんかさちょっと、まあ、プレミアのサポーターとして言わせてもらいたいんですけど、うん、いやなんかシティはハーランドいるけどアーセルはハーランド級いないからやっぱフォワードが不安だよねっていうやつ全員皆殺しにしたいねえよ世の中に、なんかどうやらボイスがちょっと、どのチームにもいないよ、そうどのチームこの世にいねえんだよハーランド級のやつ、歴史見渡してもいないんだよ、うん、CV泣く井レオでしたよね、いやいやレオさんはもう言わないよ、レオさんはそんなこと言わないよ別にでだからたまにいるじゃん、まあまあまあ、フォワードかなって、いや頑張ってるよみんなあの男がすごすぎるだけでホイールンじゃないか、いやいやホイールンだって頑張ってるよね、まあそうや、ホイールンだハーだって頑張ってると思うし、みんな近づこうとしてる、そうジョタだってすげえ選手だと思うだよ、うん、すごいだから漫画の世界だからね、そうだよ、あのハオが出てきたみたいなシャーマンキングで、シャーマンキングはね、そう浮力とんでもないみたいな、これどうするみたいな本当にどうしようもなんなくて打ち切りになったからね、そうそうそう倒せなくてっていう愚直なスピード、うーすげえボール、さあこっから、ただこっから攻略できるか、うわー入ってるわ、誰、あーオドイ、オドイすげえ、これあれだ、フォレスト残留に導いた昨シーズン終盤のゴールと一緒だ、いやー今のはうまいわ、っていうかね面白いのがボールが吸い込まれた位置にネット揺れてないのよ、うん、そうだよな、ね、だから分かんないみたいな、そうピタッと止まったもんね、脳がバグる、えフォレスト先制ですアンフィールドで、
右隅に置いたって感じよな。置いたね。初失点か。初失点だね。いや、まずここ俺選んだよね、俺。いや、選んだか。え、パスめっちゃ良かったね。ここがまず完璧なの。わー、これ完璧。見てよ、昨シーズン36節の37節で。ここから、ストン。いや、これなんだよね。これ置いたのよ。そう。これを。負けなかった負けなかった負けなかった、おー負けなかった、いけいけいけ、あフェスじゃん、マッケラカウンター。一大イベントすぎるわ。一大マッケラカウンター。マッケラしてんねー。マッケラカウンター。だから街で珍獣みたいな。土の。ハクビシャ、ハクビシャ、ハクビシャみたいな。すげえなー。夢中すぎるだろ。マッケラカウンター。フォレストに1が。フォレストに1。うん、いや、これは見事ですね。アリソンも動けない。耐えに耐えたフォレストがね。いや、で守備がマジでね、まあ、リアプールも若干粘ってるってところもあるけど、パスの出だしちゃんと潰してんだよな。さあ、アンフィールド。このままでは終われない。終わっていいわけがない。まあ、私、アンフィか。うん、そうよね。そりゃそうだよ。こんな、序盤でアンフィールドで負けるなんてあったのかな。いや、もうそんな、ありえない。記憶にないですけどね。ないですね。クロップ初期か、クロップ以前とかじゃない。いや、だよな。マジであっても。クロップいる前からクソ強かったな。